さあは5月2日のポストキャスティングですできるだけ毎日ねポッドキャストしていきたいと思いますまあ毎日毎日いろんなことが起きますよね今日は非常にいい天気だしゴールデンウィークの中でも平日ですかね久々にちょっと街中を走ったんですけど多いですね学生がね学生休みじゃないんですようちの息子も幼稚園なんですよえーというわけで僕はあの仕事がなくて休みなんですよねちょっといろいろあってね 肩身 <laughs> の狭い休みは絶対嫌だよな、はい、ちょっとですね今日、えー、配信されたいろんなメディア、えー、新聞やテレビなどで見る相模原市、えー、町田市愛川町清川村のニュースちょっと見てまいりましょうまずはこちらですね、えー、神奈川県警相模原北警察署は1日殺人未遂の疑いで相模原市緑区上久沢が、えー、自称派遣職員の男に37歳逮捕した。 逮捕容疑は4月30日午後9時,9時55分頃相模原市の緑区下久沢の入浴施設の入り口付近にいた利用者で町田市在住の看護師の女性54歳の女性の頭を後ろからバットで1回殴り殺害しようとしたとしていると2人に面識はなく女性は頭部打撲で軽傷。 男は怒りが込み上げてきて誰でもよかったので持っていたバットで殴ったとこういう事態を認めているが殺意については否認している別の利用者は100犯行を目撃し110番通報その後自宅に逃げ帰ってとどこも犯,犯行に次いで110番通報していたというこのニュースが上がってますねこれさニュースとか「殺害しようとした」って書いてあるけどこれはでも本人は殺意を否認してるんだよねうん 下久沢の入浴施設っ,ったらあそこだよな北公園のあそこ下久沢だよね下久沢も上久沢もまあ上九久沢ってね僕ぐらいのプロになって言うけどさ <laughs> 下北は多分中央区と緑区で分かれる部分があるんですよね、うん、だからライン的に難しいよね上久沢も下久沢もこれ広いとこだからね、うん、いやこれはちょっと怖いよなあ 面識ななくていきなりバットで殴られたこれ女性はどういった気持ちなんだ <laughs> どういった気持ちも何もないと思うけどいやーこれは一体どういったことなのかちょっとこれは面識がないと言ってますからね本当最近こういうねなんだろう、あのー、面識がないとかつながりがないとかそれで被害に遭うことも多いですからちょっと怖くなりますよね。そしてこちらは「ケンタッキーフライドチキン武者カーネル登場」。 展示する店舗リストを公開してあります日本ケンタッキーフライドチキンは単語のセックルに合わせて武者カーネルの展示を4月29日ですから先週からですかね5月5日に129のケンタッキーフライドチキンの店舗で実施します1984年から続くんですよこれ長いな伝統的な地域活動行事の一つでそれぞれの店舗で従業員がアイデアを出し合い 店舗で出る段ボールなどの廃材を使用し段ボールだそうなんだあれは配られてくるもんじゃないんだねどっかに行政に頼むもんではないんだ鎧兜のデザインやパーツの大きさ、えー、形など細部にこだわって手作りをしてこれだから、まあ、店によって違うんだ、ね、ああそうなんだあれはなんかケンタッキーフライドチッキンの,あの本店の人がね じゃあ、日本といえば単語の節句っつって作って配ってるかと思っそうではないんだね。各店舗で作るってことだから、これ各店舗で作るのも大変だよな。結構大掛かりだよね。うん。で、神奈川県で、ちょっと町ではないみたいです。神奈川県で行われているのが、相模原大野台店と愛川町店。これです。愛川町はもう、えー、小沢か。小沢は上がったところですよね。 そして、えー、これ相大大こ相、相模原大野大店ってどこかな相模原、相模原大野店じゃないんだよ。大野大店で16号沿いだよね。あのー、ニトリとか、ニトリモールとかあるあの辺だよね。めっちゃ混むとこ。<laughs> めっちゃ混むとかあのー、ジャスコじゃねえや。<laughs> ジャスコイオンとか抜けたとこですね。横浜がら来たら。大野大店なんだね。うん。なんか、相模原大野大ってあんま見ないから、 ちょっとなんか不思議な字面に見える気がするな。ええー。これね、僕んちは近いの相川町店ですから、あのー、見ますね。行き帰りにあそこに立ってる見ますね。5月5日までとなっていますんで、もう今日が2日ですから、もうすぐですね。これだからぜひ見た方はね、これ店内で作ってるんだって、こういうことを見ていただければいいと思います。いや、これちょっと面白いですね。えー 84年からやってるって結構阪神タイガースが日本人になった前の年からやってるんですねわ、うん、かりにくいですかね <laughs> さあというわけでえ今日のポッドキャストでございました、えー、できればですね明日もやっていきたいと思います、えー、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします、えー、この番組はまだチャンネル名前ないんでねはいというわけで終わりで熊坂でございましたまだ